ね、ワンフットの時点で分かるんやけど、あのフィット感半端ない。軽い。うわ、これストラータとウルトラで迷う人めっちゃ増えると思うわ。はい、毎度コンビニスンです。今回の YouTube は2223来期モデルですね。来期モデルのユニオンの試乗レビューしていきたいと思います。で、今ね、これユニオンのユニオンディラックスのディーラー試乗会に来させてもらってます。このシーズンからね、ユニオンディラックスのライダーに、ライダーとして活動することになりました。詳しくはまあ去年からかな。で、それのいろんなね種類のレビューをしていきたいなと思いますので、ぜひ最後の方まで見てください。いろんな、ユニオンバインのね、レビューを発送して皆さんに伝えていきたいと思うので、ぜひ最後の方まで見てください。試乗レビューとまたギア紹介と別の動画でやっていくんで、今回は試乗ばっかり。じゃあどんどん試乗していきますんで、皆さん見てください。いきます。はい、じゃあ早速ね、一発目滑走していきたいと思います。はい、見ての通りウルトラ2223モデルウルトラの、これは M サイズ、試乗していきたいと思います。で、ブーツは来期の、2223の DNA。 はい、もうね、ワンフットの時点で分かるんやけど、あのフィット感半端ない。めちゃくちゃね、キュッてしてくれる。でもその中でもね、あの恋で思ったんやけど、自由度があるっていう、若干ねストラータにも似てるんやけど、ストラータよりも多分反応早いかなっていう、レスポンスいいんじゃないかなっていう、今入ってみて予想と感覚、結構ね、でも軽いね。リフト取ってて、ワンフットで、そう軽い。軽いのは重要だな。これね、つけてどうなるか。じゃあまあ、テンでダブルキャメラちょっと使用していきたいと思います。はい。このね、ストラップ結構いいよ。あのね、アンクルの方、こっち、この2つだけになって、これね、ちょっとネジあったでしょ、これ。あー、パチパチってするだけ。そう。便利だね。こっちはそのパチってやつと、このフットネジね。で、え、こっちついてないの、なんでこっちついてんのって思うけど、多分ね、俺の予想、ドラグした時に、あ、違う、これからドラグした時に、これさ、例えば前で通されたりさ、こういうのが地面に当たった時に、これだけやったらパコって外れたりするやん。あ、確かに。だからこのネジで補強してるっていうか、いい感じにしてるんじゃないかなっていうのは俺の予想。すごい。結構、うわ、これすごいな。うん、あのストライドと違うね、両足つけて思うのが、結構ね、全体的にギュッてしてくれる。なんかホールド感強いけど、うん、ストライドよりも強い。お、あ、もう入ったら分かる、いいやつや。あのね、なんやろ、ミニディスク感ない。へえ。ミニディスク感ねえわ。でもミニディスクの良さはちゃんとあるのかな。あるね、多分。これでちょっと待ってね、この時点でミニディスク感ないんやけど、伝達速度が速いっていうのと、あ、なるほど。そう、これで、この動作、これ分かるかな。これで、もう、ちょっと待って、乗るよ。おお、わかる。一気に乗れるし、あ、ここでも調整できて、そっから行こう。だから、これ、早い。楽しみ、ちょっと行こう。はい、すげえわ。ちょっとこれでね、一本、ね、軽く流していきたいと思います。お願いします。はい、じゃあ、早速一本滑っていきたいと思います。おいでよろしくね。はい。黄色い線待ってます。行きます。おお、ミニディスク感ないけど、ミニディスクってのはすごいわかるわ。何それ。いや、クイック。おお、すっげー曲げやすいぞ。見といて。そうだね、いた後ついてきてるね。
やったのがさ、足元からの衝撃吸収されてる感もしかしたらある説、あの見た感じ吸収剤入ってるから入ってるもんね。ちょっとこっからさ、あそこ飛んで、ちょっと素抜けしてパーンと落ちるわ。ああ、あれね、素抜けするよ。はい、痛くないかな。どうでしょう。見たよ。結構膝で俺行ったよ。いいなこれ。痛くないの？グラッドリの着地じゃ痛くならんわ。足ビーンってなれへんかった。ならんかった。へえ。多分ロディアンタここから落としてもビーンはならん。いいね。ちょっと乗りると。ね。反応分かりやすいそうです。ねえ、なんかすごい足動かしやすそうな感じはすごい伝わる。ストラータをさらにクイックに取ってて、しかももっとダイレクトにしならせやすいのはこっちやと思う。ちょっとこの先応援とかこんな行け、うん、やっていきたいと思います。はい。耐えれるし、あ、調整できるな。なんかさ、空中で足動かす技してよ。あそこでシャークですよ。はいよ。うわぁ軽い。おあ、軽い。フォースとは違うわ。なんかコンプロ感ある、残ってる。コンプロ感残ってる。へぇ、すっげえ乗りやすかった。正直あの、フルモデルしたからどうなるかなって思ってたんやけど、いいね。あれ、ウルトラ自体は昔あったの？あった、そう。あ、それがフルモデルチェンジして再登場したみたいな感じね。そういうことです。復帰数年前のウルトラと乗り味違うと思います。もう全然別物？全然別物です。まあでも別物なんだけど、共通する部分は感覚的にはあるんだけど、うん、大幅に変わったっていうのが正解かな。うん、なるほどね。よくなったってね。わ、これストラータとウルトラで迷う人めっちゃ増えると思うわ。じゃあ両方がいいや。両方買いしてくださいコンプロがなくなった分ね、ちょっと代用できるかな。硬くはなるけど。なるほど、うん、これ試乗ぜひやってみてください。はい、ありがとうございます。めっちゃいい。じゃあ次行きましょう。はい、行くぞ。で、今ウルトラのハイバックね、これ見てもらったらフォアドリーンがないんですよ。この調整するやつ、ハイバックのね、調整するやつがなくて、で、これ横からちょっと見てもらえるかな。これ今年俺使ってたストラータの、ごめんなさい、これ2入れてます。2入れてて、よし、はい、どう？同じぐらい倒れてるような気がする、ね、結構それぐらい倒れてて、じゃあ次前足俺 1.5 入れてます。 1.5 の場合こんな感じか。まあ一緒、ほぼ一緒ね。ほぼほんまね、 1.5 か2ぐらい倒れてる感じかな。これもあって、やっぱね、レスポンスがすごい速いっていうのがあるんだ。これが、まあ、ウルトラでした。ウルトラね。はい、じゃあ次行きましょう。2本目。ここで、なんと、4x4、レギュラーディスクの、フォース。じゃじゃーん。黄色。フォースはね、黄色。黄色に黄色っていうね。ちょっと雪降ってきたよ、雪。真っ白になって来たよ。ね、このじゃあレギュラーディスクも使用していきたいと思います。今もうね、片足つけた時点でね、結構アンクルはしっかり硬いかな。ウルトラとは違う硬さがあるわ。あれはね、なんかホールドされて硬く感じるけど、これは板自体にガツンってもうこう乗っちゃうような感じで、アングルは9-9でやってます今。よいしょ。あー、結構締まるな。で、本当は俺は最近ね、ここで締めるようにしてるんですよ。ここ。あ、教えちゃうの？教えちゃう？
ちょっとまあこれの理由はまた別の動画です。あれしますわ。結構ね、ここいいよ。いいんだって。うん、ここが多いと思うけど、俺もここに変えた。もうこれからこれでいきます。それはとりあえず。はい。ああって感じ。ああって感じ。あ、やっぱり。ミニディスクっていうのは 4x4 よりちっちゃいです。 4x4 は十字スティックって思ってください。ゲームのゲームの、うん、コントローラーの十字スティックです。前に押せば前に行くし、横、左に押せば横に動かしみたいな、昔のバイオハザードのあのキャラクターです。はい、分かる人には分かるですね。はい、ミニディスクはコントローラーのスティック、分かる人、このグネグネするやつ、うん、3D スティックか。結構こういう感じになる。これ息を乗せる、乗ったら一気に板が乗ってるにパコーンって一気にしなりたいところまでしならせてくれる。だからウルトラのもう一個奥に行くって感じ。ああ、なるほど。こっちや。ああ、行くわ。で、板硬く感じる。ねえ。やっぱり。あ、なんで？あのね。あ、何？方外方やからってこと？そうそうそう。例えばさ、ちっちゃいディスクにこれやんね。じゃあベースプレートこうあった中のキュッてしてるやん。うん。だからこっからベースプレートの外までこう行くまでに多少のさ、こう調整はそうできるの。でも 4x4 ってこのディスクに対してこうやから一気にカツンっていっちゃうのよ。はい、じゃあ実際乾燥していきます。うわ、ミニク気をつけてね。硬いな。硬いのか。がバフバフしてきた。それなりのレビューしていく。うん。あ、硬い硬い硬い。硬い。うわ。おお。で、バフバフ。ちょっと状況最悪やな。はい、いいでしょ。点乗りとかしたい人、点乗りしたい人はこっちの方がいいかもしれない。調整して点乗りするのか一気にカツってやるのかで変わるかもしれん。コースとウルトラ、トラザちょっとここら辺でまた応援とかやって。はい、はい、応援はい、シーモン、シーモン、はい、そうね、そうね、おう、じゃあ3本目、はい、見て分かるやろうね、ストラータ。いや、もうね、あってやっぱ慣れてるからっていうのもあって、ストラータのここ好きだよな。この乗った時のさ、この折る感、折るからさ、伝達がすっごいなんかそこから調整しやすいよ。うん、なんかウルトラとはまたやっぱ別やね。違う感じ、うん、全然違う。ここ分かるかな、ほんまに。ここね、これ。ああ、なるほど。ここよ。そのなんか余分にある、ね。あ、そうそうそう、ラバーのブッシングが折ってくれるから、うん、調整できるの、ここから入っていくって。そこでね、俺は今すっごく悩んでおります。で、最後ストラータにした理由もあって、で、まあウルトラが、うん、まあミニディスクでしょ。うん。今までに使ってたの俺ストラータミニディスクやん。うん、まずここで違いが分かるやつ。で、そこからコースでバーンって 4x4 レギュラーする。あ、ミニディスクの後にレギュラーディスク持ってきたんですね。そうで、最後に今まで乗ってたストラータでもう一回再確認。なるほどね、ミニディスク。うん、試乗するときって結構こういう順番で俺知るようにするんだよね。あ、コツ。全然違うものの方が相手に。そう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 、初めで比べて似てる、で
全く違うもので最後でもう一回使ったやつをこっちに持ってきてさあどうですかっていう感じ。板もそうですよ皆さん、こんな感じでやってもらってもまあ一つの参考としてもらえたらなと思います。はい、天気マシになった、出場していきましょう、はい、行きましょう。おい、あ気持ちいい。やっぱ外輪だけで動き変わるもんだね。変わるすごいね、板変わってないのにさ。いや、やっぱ操作性は一番いいかもしれん。足裏で調整めっちゃしやすいね。足裏で調整しやすいんだって。うわーこれ行くのと迷うわ。アンディ、アンディ行く、アンディやっちゃう。じゃあセブン、セブン、セブン、うん、する感じはあった。よいしょ、お疲れ様でした。はい、どう。はい、じゃあ中行ってデビューしよう。はい、お疲れ様です。このね、ストラータ、ウルトラ、この、フォース、この3機種を、乗り比べた自分なりの感想をちょっと言わせていただきます。はい。じゃあこちら行く、うん、フォース。フォースは、この2機種より、アンクルが硬いなって思った。あ、へ、うん、結構そのウルトラもホールド感あるって言ってや、うん、ホールド感あるんやけど、さらにこの部分に乗った瞬間、うん、ガツンってこっちに行く、へ、感覚はあった。なるほど、うん、でやっぱさっき言った 4x4 このなんやろな、その乗ったクッっていうこの一気に自分が調整したいところより一気に通り越してオンって乗りに行く感覚は今の俺には合わんかったから。あ、ってことはミニディスクの方が好きってこと。俺は好き。なるほど、うん、オールラウンドに使えるのか、うん、だからダウンする、地形入る、アイテム遊ぶ、グラトリー、そういう人にはフォースはおすすめするかな。あとはハイバックがね、俺多分左右対称より非対称の方が好き。あとはその非対称の方が外に乗った時にこういうところさ引っかかってくれるのよ、うん、そういうところが俺結構気にしてて。なるほど、ここにないなって思った。ああね、うん、フォースや、俺履いてる時はもう絶対ローテーションやってたもん。ああそうやな、そういえば、うん、というのはありましたね。はい、で、じゃあ次ソラータ、うん、ソラータは安定やね。このフォースの時とソラータの時の滑走を見てもらったら分かった。うん、分かる。あれは分かる人が見たら分かる。静香ちゃんがね、さっき全然こんなに同じ板やのにバインで滑り変わるんやなって、うん、そういうことやなって。そうだね、うん、乗ってても思うし、やっぱソラータはね、あの本当にさっきも言ったようにここがね、ベースが俺大好き、うん、広い広い、そう、安定するし、なんかうーっていうのもできるし、パッパッっていうのも両方できるから、うん、まあ、伝達速度で言うと遅い部類にはなるのかなと思う。あ、そうなんや。まだね。へえ。でもそんな遅いって言われて、あ、遅いんだって思うかもしれない。それは思うの普通やね、うん、でも遅いっていう中で俺の中では遅くはないっていう。なんかどういう日本語おかしいけど、皆さん頑張って理解してください。他に比べたら遅いだけ。ああね、うん、こっちと、まあ、この3機種で比べたら遅いのかなって感じ。めっちゃうーって遅いわけではない、まあ、本当に安定するなって思った、うん、やっぱりで、ウルトラ、ウルトラはこのソラータに近いんだけど、近いんやけど別物みたいな感じ。うん、感覚は近い。感覚は近い。そのなんか速さ、うん、速さとか近いんやけど、どっちかというとさっき言った遅いに比べてこいつは速い。ああ速い方。うん、結構速かった。なるほど。トラウタのこういうね空洞のところ、うん、結構こう入ったりするんやけど、うん、こっちはこれと比べてホールドされてる感は強かった。へえ。でもこういうね、やっぱアンクルも柔らかいから。結構ね、自分なりに操作性も良かったし。なるほど。だから、なんだろうね、これめっちゃ難しいよ。安定を求めるならストラータやし、ちょっと新しい感覚を求めたいならウルトラ。
で実際もうなんやろな、これの動画以外でえぐい空中板さばきみたいな機能とか、ちょっとね進化を求めるならこっちかもしれない。なるほどね、さらに進化、さらに進化を求めるなら。いやでもね本当に俺ストラートめちゃくちゃ好きなんよ。そうやんな、もう分かるからみんな、うん、めっちゃ好きなんやけど、それに匹敵するぐらいいいから、ちょっと俺迷います。迷ってる、うん、結構乗って今シーズンもちょっと乗させてもらって、うん、もういっぱい悩みます。悩んで、はい、はい、ってぐらい悩むのが普通やなと俺思うわけよね。まあまあまあ、うん、悩んで決めた方がいい。そう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 、なんか悩まずにあこれってなったら自分で合ってるのはもうもちろんそれですってなるかもしれないけど、うん、悩んだ結果これやなバチって決まったら、うわ、まあ、それ、あ、うん、合ってるねってさらに言えるかなって思います。まあ人それぞれ滑り方違うから、うん、これは一応本当にねちゃんと使って、うん、自分に合ってるやつを選び、たまえ、はい、たまえ視聴者の皆さんに、はい、選んでください、たまえと。いやそういうスタイルでいいと思うね。まあこんな感じでねちょっと指導レビューさせてもらいました。はい、はい、ぜひ指導会、行ける方は必ず指導してください。はい、はい、必ず使用してもらっていろんなのを乗り比べてください。なるべくねその試乗会のルールというか、あの1日ずっと滑りっぱもできないので2、3本、うん、まあ2本とか行ったらまた返却してもらってみたいな感じでやってもらったらいいと思います。はい、はい、では皆さん今回のコピスは、3周、試乗レビューしてみたでした。ありがとうございました。